はいどうもトモキです。今回は、ニュクスの影の効果的な使い方と、敵に一切見つからずに砦を攻略できるかやってみたいと思います。はい、最初のサムネイルの、画面に、隠れていたんですけれども、分かったでしょうか。はい、この、点の真ん中にいます。ここですね。結構、フォトモードにして、遠くから撮ると結構分かりにくい。ここも一応録画していきます。なんかいい絵が撮れるんじゃないかなと期待しつつ、あ、近くにいますね。あ、巡回してる系の、指導者ですね。これだとラッシャス神でいけないかな。あ、一人なんす。お、行く。クリティカル出ろ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 。おっしゃ、これはすごい。指導者の一行を、ラッシュアッシンで全員倒しました。一応ね、ラッシュアサシンの、つけれる、ちょっとね、彫刻は全部つけてます。はい、109万。すげえ、ラッシュアサシンがめっちゃ強いことが分かった。まあでも、クリティカル出てるから、これだけダメージ出てんですけどね。クリティカル率がね、もう上げれるだけ、限界まで上げてるんで、すごいですよ。もうちょっと見てみます。詳細データを見ると、はい、クリティカル率はまあ通常だと 34% なんですが、ライフが、自分のライフが最大の時は 72% クリティカルが出ます。7割、これ結構すごいですよね。はい、それではつけてる装備と、彫刻の紹介をしたいと思います。メインでつけてるのはグリークハロー、探検ですね。アサシンダメージ、クリティカルダメージ、全ダメージ 15% のライフマイナス 15%、 あとオーバーパワー、アドレナリン消費マイナス1をつけてます。はい、2つ目の武器、獅子の誇り。はい、アサシンダメージ、ヒット時のアドレナリン上昇、あとラッシュアサシンのチェーン可能数が1増加、あとラッシュアサシンのダメージ増加もつけてます。はい、弓は牙付きの弓、アサシンダメージ、毒ダメージ、通常の矢が毒の矢になる、あと英雄の一撃のダメージアップをつけてます。はい、それでは防具セットなんですけれども、ここはもちろん、巡礼者セットですね。こちら、セットでつけると、ニュックスの影のアドレナリン消費がマイナス 100% なので、ニュックスの影使ってる間、通常ならアドレナリンが減っていくんですけれども、この場合減りません。一切減りません。なので、ニュクスの影を、メインで使う人は、こちらがいいと思います。自分でつける彫刻としてはライフ最大時のクリティカル率、こちらクリティカル率、はい、こちらはクリティカルダメージ、はい、そしてこちらはクリティカル率、はい、そしてこちらはライフ最大時のクリティカル率。はい、なので全ての箇所にクリティカルに関する、彫刻をつけております。はい、あと能力としては、ライフが 79,500、 ハンターダメージが 12,600、 あとウォーリアーダメージが9,200から 11,100、 あとメインのアサシンダメージが 224,200、 あとアーマーが 13,500 となっております。はい、それで詳細データのクリティカル、彫刻で、結構上げてるんですけれども、彫刻だけでは上がりません。で、こちらですね、熟練度のハンター項目のクリティカル率、あとクリティカルダメージ、あとアサシン項目のライフ最大時のクリティカル率、あとライフ最大時のクリティカルダメージ、こちらを振ると上がります。はい、他ではアサシンダメージと、はい、クリティカルアサシンダメージ、こちらも振っております。はい、それで余ったポイントを使ってライフ最大時のダメージ、こちらを振っております。はい、行きたいと思います。
きなりいらっしゃいます。並んで寝ております。ラッシュ死んでしまい、クリティカル出まくっております。大体クリティカル。あ、指導者の一行、ちょっとね周りに他の敵もいるんで少し後回しにしたいな。やばい、あれだか、いっちゃいっちゃえ、いけましたね。ラッシュアッシンでいけた。やっぱねクリティカルはでかいです。クリティカル率を上げとくとどんな時でも出ます。ちょっと次もこれも試してみます。やっぱ出ましたね、ラッシュアッシン。クリティカル、クリティカル出れば傭兵でも全然倒せる。ナイトメアのね傭兵でも。この装備いいっすよね。敵に見つかりにくいし、このニクスの影で消えるんでね、通常時は消えれる。まあ敵にね発見された状態だと消えれないんですけども。危ない、危なかった。ちょっと今ね油断してましたね、検索漏れ。でもすぐに、だと、第6巻の間に、攻撃すると全然普通に倒せます。その時はラッシャスシのがいいですね。ほんと近くだったら普通に攻撃してもいいんですけど、普通の、アサシン攻撃でもいいんですけどね。全然余裕、巨漢とかも全然余裕。いやこの装備結構強いですよ。この装備あんまり使ってなかったんですけども、ニクスの影自体、このニクスの影の装備巡礼者セット、これ強いですね。ニクスの影通常、その巡礼者セットを使わなかったらニクスの影使っている間、アドレナリンがどんどん減っていきます。なので結構全然違う。はい、一撃です。傭兵一撃、やばい、ラッシャー心強い。一応5連続までいけるんで全然まだ余裕ある。3人ぐらいだな、全然平気。あ、いけるか、いけるかどうか。お、引き返したぞ。はい、109万出ました。クリティカルアッシン強いです。ウォリアータイプと違って派手さはないんですけども、かなり強いです。これは使える。しかも事故率も低いと思います、これだと。はい、いけました、109万。やっぱねクリティカル出る、かなり出ます。彫刻と熟練度、もう完全に振ってるんで、フレールとか全部振ってるんで 72% の確率で出ます。それにしてもほとんど出てるような気がする。問題はそこ、指導者の一行のいるとこ。他の敵もねちょっと混じってるんでね、5連続チェーンでいけないかもしれない。ちょっと口笛久しぶりに使いますか。どうですかね、皆さん口笛って使ってますかね。
下に降りては来ないかな。来た。あと一人。口笛かな。あれ、こっち振り向いたけど来ない。あ、来るかも。来るね、これ。そこで止まってもう一回。あ、このぐらいでいける。このぐらい近ければ離れてればいける。いけるか。やった、109万。いけましたね、指揮官。いけた。あと5人。一応ね、チェーン5チェーンまでいけるんで、ラッシャー氏のチェーンが全部クリティカルだと確実にいけるんだけど、ちょっとやってみます。でもね、ちょっと壁があるから微妙なんですよね。これいけんのかな。ちょっと手前の呼びますか。あっ指導者まで来たけど、まあ、それはそれで。よし、3、はい、4、あ、ラス1、はい、来ました。すごい、いけましたね。これは強い。ナイトメアで一撃でいけました、ラッシャーシーン指導者の一行一撃で。これでも彫刻のラッシャーシーンの増加、あれ入れてないと4連続までしかできないんで、基本はあれ入れてたらいけます。はい、今回は、ニュクスの影ちょっと使ってみたんですけども、これかなり使えますね、敵に1回も見つからずに戦闘状態にならずに、敵を全員砦を攻略できました。レジェンド装備の、巡礼者セットも、あった方が絶対いいと思います。これもしね、持ってる方いたらね、ちょっと試してみてほしいですね。かなり、使います。はい、それではご視聴ありがとうございました。また、検証や攻略動画やってきますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。